光に当たると知るぞ。おびき寄せろ。さすがはザコ。たやすいものだ。あの石像がボスだ。皆を操ってるぞ。家と呆れて気合入れ、粉々にしてやれ。何かに弱い光の元へ誘い込むんだ。今
大丈夫か、カイネ。今傷の手当てを。この傷はもはや。ダメです。カイネさん。なんだこれは。叩き落とすしかないようだ。カイネさん、正気に戻ってください。カイネさん、お願い、戻ってきてください。カイネの動きを抑え込むのだ。やれやれ。カイネ、私はもうお前たちとずっと一緒にいますよ。僕はまた魔物化したら今みたいに止めます。何度だって何度だってと何度だってカイネさんに戻ってきてもらいます。僕、カイネさんがいるから野宿も本当に楽しかったんです。カイネさんが褒めてくれるからこんな姿でも生きていられるんです。僕、本当はとても弱いけどカイネさんといれば強くなれるんです。頼ってばかりの僕だけどカイネさんの仲間なんです。勝手に去らないでください。泣くな、エミール。ありがとう。もう祖国これはさあ読めないな。使えぬやつだ。これは暗号。なんとかなりそう。これは魔王の城への封印を解く鍵みたい。ちょっとこれを見てもらえる？わかる範囲の言葉を書いてみたの。手に入ったのは石の守護神という石の神殿にあったことを考えると、ここの石片の言葉にあと4つの石片がはまる。煮え、記憶す、忠誠、このうち機械の断りはた
記憶する気は神あとの2つ見え忠誠の。なるほどな。ん、各地点のでかい魔物を倒して順番に言葉を埋めていけばいいわけだ。手当たり次第に殺していくと。魔王の元に行くためだけど危ないわ。さらわれたヨナの方が危険だ。でもヨナちゃんは生きてる。とりあえずロボット山と神。わかった。カイネさんと本当は町の人も感謝しているの。ただ態度、少し時間をちょうだい。私も努力して。はい。ねえねえお兄ちゃん、どうして